はい、どうも皆さん、ブルース師匠です。ケンギャップがもしばいるランコマッチ、今回もやっていきましょう。今回はですね、ガブローレスを使っていこうと思うんだけど、まあ、助けで耐えて殻を破るしてアタックしていくっていう戦法は、まあ、ポッツレスが有名だと思うんだけど、まあ、そのポッツレスの物理版って感じで、ね、攻撃種族値が105あって、特性硬い爪で直接攻撃の威力が 1.3 倍になるっていう感じでね、まあ、かなり使えると思うので、やっていきます。はい、ムーさんとマッチングしました。なほんま、ザシアがいいと、初手ヒラルバが決定するんだよね。そうなんだよね、ヒラルバ、そう、基本的にヒラルバじゃないとザシアを一発で倒せないから、しょうがないね、これは。まあ、それで、でもこれ、水柄の通りがいいな、すごい。そうだね、ウルガモス、ランドロス、バシャーモに対して水が弱点をつける。いいね、いいね。じゃあ、ガメロです。選出でいいでしょ。最後の一体がね、まあ、出来で入れたらフリー城だよなーってところで。はい、対戦よろしくお願いしまーす。初手ダンドロス。いいね、いいね。ダンドロスは出しがちだよ。大抵の場合、そうだね、ダンドロスは別に出しがち、出しがちじゃないよ、別に。間違えた、そうだ。そうだ、今、ガメロレスを最初に出したと思ったけど、そうだな、違うわ。ヒラルは最初に出したんだ。こういう、このタイミングだったら、まあ、迷うざるトンポ返り。だってね、ここでヒラロワが倒れちゃったらザシアンに負けるから。相手も引っ込めてきた？バシャーモ。なるほど。そうか、バシャーモか。でも相手も引っ込めてくれたらありがたいな。では、交換したターンって、バシャーモのクソが発動するんだっけ？発動するか、普通に考えて。ちょっと待って、それ厳しくないか？どうしよう。もう、カレーも積まずに、バシャーも倒しちゃうか。いや、でもさすがにカレーも積まなかったら、加速しんかったな。発動しないのか、最初のターンは。じゃあね、相手もしかして加速じゃない、このバシャーも。そんなことある。加速じゃないバシャーもって環境にいるの。マジで衝撃なんだけど、それは。もしかして相手加速じゃないの。普通に落ちた。ちょっと後で見よ。後で見よ、このバシャーモの特性。加速じゃなかったらマジでびっくりなんだけど。まあ、いや、赤ブレイクでとりあえず倒したから。何あのバシャーモ。画面のやつが生成してるとか何マジで。衝撃的すぎる、いくらでも。さてと、この助けを温存してるので、ザシアンのタイムできたのはマジででかい。ガメルレスの金山アクアブレイクはザシアンを 75% クイズで落とせる。落とせるんだよ。75% で。おっと、いいね、いいね、いいことをやってくれた、君は。君はいいことをやってくれた。これのおかげで、ガメルレスがアクアブレイクで確実に落とせるようになった。まあ、相手が体型に振ってなかったの話だけどね。まあ、電光石火を持ってなければの話で。電光石火を持ってたらまた話は変わってくるんだけど。電光石火持ってないでしょ、多分。多分持ってない気がする、電光石火は。電光石火持たれたら困るんだけどね。まあ、30% ぐらいだから。電光石火採用率は。はい、乗ってました。まあ、しゃあない。まあ、別にここはフリドラでいいんだよね、別に。ほんとここはフリドラでいいから。フリドラしかないよね、むしろ、ここ。多分どうせ引いてくるだろうな、相手。いや、まあでもそれでも打つしかない、ここフリドラを。だよね。だからここでランドロスがどんぐらい削れるか、ポイント。鉢巻きじゃなくてスカーフだから、このヒラルバは。威嚇だと普通に攻撃が1段階下がった状態で、フリドラを打って、どんぐらい入るか。どうだったら半分入るんだっけ、これ。半分ギリ入らないぐらいか。厳しいな、これは。これマジで厳しいんだけど。半分入らなかったらもう終わりなんだけど、正直。どうしよう。そうなんだよな。本当はフリー城に助けを持たせたいんだけどな。ガメラシ使っちゃってるから。どうせここで岩技が飛んでくる。ガップならワンチャン耐えるけど、耐えたところで素早さが下がったら意味がない。どうしよう。マジでどうしよう。いやー、素早く下がったらダメなんだよ、もう。耐えれんのだよ、相手の攻撃。だって耐えれんや。抜けないんだよ、ダンロースを。素早さが下がった状態でダンロース抜けなきゃないんだからさ。それは無理だよ。
それはどう考えたって相手が何かを考えて、何かを考えてた相手が、え、通ったんだけど、え、抜いたんだけど、こうなったらさ、あれか、HB 振りか、 HB 振りの耐久型か、なるほどね、そういうことか。あぶねえ、今の危なかった。だから今のでフリージョがやられて、ヒーラーは出して、そんでザシアンに引かれてザシアン倒すけど、ダンロース威嚇されて、結局ダンロース倒しきれずに相手のイヤ技か地面技で終わりと、そういう流れだったんだけど今。危ねえ、マジで危なかった。まあここは特に意味もないけど絶対エールを打っておく。え、大丈夫だよね、相手が相手のザシアンが耐久振りとかあったら話は変わってくるんだけど、で基本的に引き出るフェードはね、ザシアン一発で落ちるんだよね。やばい、そう、うん、そうそう長いから、ザシアン、ヒラーのフェードはね、落ちないザシアン。そうそういないんだよ、ヒラーのフレアドダイブで落ちないザシアンは。いないはず。いや、落とせよ、お前。本当に落としてくれよ。頼むか、頼むか、マジで頼む。頼むぞ。落ちてくれ、落ちてくれ、落ちてくれ。はい、ここでフレアドダイブを打って、あちら、あちら、あちら。大丈夫、いける、いける。よーし。はい、対戦ありがとうございました。はい、トモヤさんとマッチングしました。炎の通りがかなりいいし、ここはヒラルマかな、初手ヒラルマでいいか、これは。で、また金殿ポケモンがいない相手だな、これ。そうだな、金殿がいなくて、で、ラブラインクの通りも結構いいな。ただ、ゴヒラルマが不安なんだよな。グラススライダーかな、グラススライダー。アーキオス耐えることは多分できるんだけどね。HP 半分になると攻撃と特性が半分になって、クソ特性を持ってるからこいつは弱気っていう。まあ、それちょっとアーキオス出しづらい感じはする。ガノベレスいいかな。ガベロレス、あ、ガベロス。こいつなんかガノベレスって言っちゃうんだよね。ガベロレスなんだけど、ほんとは。ダンロス、ウロス、バンギャーサテリア倒せるでしょ、ガベロレスで。ガベロレスでいけるから、まあ、無理そうな、まあ、ゴイランダーをヒラルマになんとかしてもらって、大抵でもヒラルマとアーキオス両方出したら負ける気がするんだけど、もういい。ここはフルアタ構成でいこう。はい、先生よろしくお願いします。さて、バンギラス来たね。いいね、いいね、いいね。バンギラスは出しがちだよ。マジで出しがち、バンギラスは。はい、ここでガベロレスってね、ガンプ石封じとか相手持ってんのかな。いや、持ってないでしょ、ガラス封じ。ガラス封じ持ってるか、バンギラスって。はい、ここはね、まあ、普通にカロを破るして赤アブレイクで倒せるから、相手引いてくるのかな、これ、読んで。まあでも相手が知ったら、まあ多分、アクアブレイクで普通に殴ってきて耐えて、弱点保険発動っていうのが一番美味しいんだろうけど。まあこっちは空山粒からさすがにアクアブレイク一発で倒せる。ちょっと待って。こっちが先制してるんだ、素で。なるほどね。まあいい、別に。超える。まあどうせ助けで耐えるから、そうだね。ガメダレスはあれ、岩タイプだから、砂嵐で、なんだっけ、助けが潰されることはないっていうのがポイント。ちょっと待って、ちょっと待てよ。今さ、バンギラスをストレッチが落ちなかったっていうのが結構ポイントなんだよな。え、そういうことは攻撃全然振ってないよね、これ。耐久ぶり、いや、まあでも落としてくれないでしょ。カナを呼ぶのアクアブレイクダメんだ。カナを呼ぶ、あー、引っ込めてきた。賢い、それは賢いよ、確かに。確かに賢い。ちょっとあれ落とさんかな、これ、アクアブレイクで。行け。おぉ今の急所、5つ目か。めんどくさい。非常にめんどくさいね、これは。いや、今の急所が有効かどうかわかんないけど、まあでも、嬉しかったからいい。なんか嬉しいからいい。どうしよう、これ。正直ね、これ、ヒラルマとアーキオス両方、もうなんか、絶対無理ってポケモンいなかったはずだから。まあ、ウラオスが電撃だった場合は、必死なのは絶対無理なんだけど。バンギアス出してこい。バンギアス出してこい。よし、バンギアス来た。さて、ここはタク。相手が、こっちはバカ力を呼んで、バンギアスを引いてくるか、それとも突っ張ってくるか。いや、でもさすがにな、ここの、いや、だってタイプは一緒じゃ、むちゃくちゃ有利だもん。バンギアスって。岩タイプだから、ヒラルマにめちゃくちゃ有利なんだよね。だから、ここは、バカじゃから。大丈夫、突っ張ってくるはず。よし、取った！加えれ、
バンギアスを落とす。よしよしよし。もうこれは勝ったよな、もう。ほぼ勝ち。多分、相手の最後って、相手の最後、ウラオスか、バンギアス次どっちかであるんだよね。ウラオスだったらマジで勝ち。まあ、スカーフを持ってたらまた別なんだけど。一撃ウラオスってタスキを持ってることが多くて、ああ、なんのっすか。まあ、タスキだったら、まあ、アーキオスの、あんなキャレ、あ、そうか、ラブレインゲで貫通できるって話だったんだけど、まあ、ここは、ちょっと、なんだろう、うん。まあ、しょうがない。ダンロースか。ダンロース、アキオスをストレッチで落とせるから、いけえな、これは。あ、急所か、これ。なんとも言えないね、これは。地震で引き棚が落ちる。この入り方は、多分、いや、落ちるな。落ちるな、さすがに。鉢巻きを持って、威嚇が入ってなくて、バカ力で攻撃が下がってないから、急所の 1.5 倍を差し引いても、まあ、だって、多分、しかもタイプ言ってたから、多分ね、何倍だ？まあ、2、3倍ぐらいのダメージは入るから、ストレッチを当てれば勝てる。相手がスカーフじゃなければ勝てる。よし、じゃあ。はい、対戦ありがとうございました。いいね、マスモ系だわ、意外と県外だけに勝てるな。いや、ちょっと今のガメラン強かったな、結構。金山からの、攻撃で結構いろんなポケモン倒せるからね。よし。よし、こんな感じで、なんとか、最終まではいかないけど、瞬間3桁を目指してね、県外ポケモンだけ頑張っていきますよ。はい、というわけで今回はここまで。というわけで皆さん、また、この、